戦後20年、今から40年前、日本が先進国を追いかけ仲間入りを果たそうとしていた高度経済成長の時代、製鉄業は鉄は国家なりと言われるほどの基幹産業であった。日本進出を目論む海外巨大資本に対抗するため、時の大蔵省は当時12校あった都市銀行を合併させ、その大型化を図る構想を打ち出していた。現在の三大メガバンク体制に至る金融再編の始まりである。そしてこれは世界に誇る鉄を作ることに命を懸けた息子と、金融再編の荒波の中で生き残りをかけた父、その父と子を取り巻く万俵一族の愛と憎しみと悲しみに満ちた壮絶なる物語である。兄さんは親父の後を継いで社長になるのは、表向き立派なことを言っててもビジネスなんてのは結局金と力だ。新しい分野に挑戦するのは技術屋の血が騒ぎますから。無理をどうにかするのが我々の仕事だろう。東京自動車あっての体制なの。東京自動車から仕事がもらえなくなったらみんな失業するんだ。まずいんだよ。この一件はうちから送ってやる。うちから社長をもっと締め上げろと言いますか。発注量を減らすと迫れば、プライスダウンの大手だろう。 55% の仕事が切られた。やっていけるか。理性省エネルギーを懸命に働きます。兄貴は何も分かっちゃう。父さんと兄さんの言うじゃ、東京自動車から体制証明権を守れないと思ってるはずだ。バカ者、先生頑張るぞ。うちの仕事はこのスター電気。そこまでおっしゃるなら、東京自動車の系列会社に対する応募をデータをつけて世間に公表させてもらいます。何を言ってるんだ。副社長と差し違います。作れば作るほど大赤字じゃないですか。私はね、あなたの方が好ましいと思っていたんです。自分を犠牲にするつもり。代表取締役と会長職の解任を要求します。させ。代表解任させ。立山、何でもある。あなたたちのような人がいるから、この会社がダメになったんだ。